前は何回言えば覚えるんだに。だってプチコはプチコじゃん。もういいに。ネプコには何を言っても無駄だに。ところでネプコ、ここはどこに。全然知らない街に。ここはプラネチュードだよ。プラネチュー噛んだに。ブロッコリーゲーマーズに行く途中だったに。けど知らない街にいるに。一体何が起こったに。カクカクしかじかの。カクカクうまうまに。だいたいわかったに。ネプコ、お前はた迷惑なやつに。いやそれほどでも。褒めてないに。それでプチコってさ。だからプチコじゃないに。ブロッコリーに。いいの、私にとってプチコはプチコなんだから。いい加減人の話を聞くに。残念、人の話を聞かずに我が道を行くのが私なんだな。これが相変わらず。お前は変わってないに。いやそれほどでも。褒めてね。でさ、お願いがあるんだけどさ。仲間になってほしい、カニュ。さすがブチコ、異心伝心心の友よ。めんどくさいから嫌に。冗談だに。ネプコは危なっかしいから、今作でもブロッコリーが面倒見てやるに。わーい、やったー。ブロッコリーさんが行こうとしていたゲーマーズってどんなお店なんですか？ゲーマーズはアニメやゲームのキャラクターグッズの店に。聞き捨てなりませんわ。あ、ベールさん、一体どこから。心臓に悪いに。私が突然現れたことはこの際些細な問題ですわ。些細な問題なのかな。全然些細じゃないに。それでそのお店のことなんですが、ゲームも扱っていたりするのかしら。売ってるに。店舗特典もあるに。ゲームの他にも漫画や小説も売ってるに。こっちにも店舗特典がついてるに。 PC ゲームは？ PC ゲームはありますの？それも大人向けのものですわ。もちろん売ってるに。どうしたに？最高ですわ。どうしてこんな素敵なお店を今まで知らなかったのかしら。こっちの世界にないからに。これから私早速ゲーマーズというお店に行ってきますわ。人の話を聞くに。それでは私はここで失礼しますわ。行ったに。行っちゃいましたね。どうして女神様は人の話を聞かないやつが多いに。さあ私に聞かれても。けどゲーマーズってお店、私も行ってみたいかも。いっそのことブロッコリーさんがゲーム業界で始めてみたらどうです？それもありに。こっちの世界にいるのが長いようなら考えてみるにゅ。今日もお茶が美味しいにゅ。やっぱり緑茶はルイのものに限るわよね。おせんべいも美味しい。もう一杯お茶を飲むにゅ。ごく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 。はぁはぁ。なぜかしら、ただお茶を飲んでおせんべいを食べているだけなのにすごく和むわ。小さい子って何をさせても可愛らしくていいですわね。ベール、可愛いからって手を出しちゃダメよ。もちろんですわ。イエスロリノータッチですもの。今日からお前たち女神には人間を知ってもらうために
学校生活を送ってもらうウニ。学園ものだね。いいよ。それじゃあまずはネプコには通学するところから始めてもらうウニ。私の名前はネプティアヌ。突然人間を知るために学園生活を送ることになったごく普通の女神様なんだ。たくさんお友達ができるといいな。え、ぬぐっ、とととと、まさか曲がり角でぶつかるなんてベタなことになるなんて思いもしなかったよ。私はネプティアヌ、この国の女神様なんだけど、怪我はない？怪我はありま、私も女神様ですわ。おお、久しぶりだね、デール。500年間もの間待ちくたびれたよ。ここにいたのですね、ネプテューヌ。暇を持て余した。女神たちの遊びですわ。いつも乗っているこの黄色くて丸いのって何なのかしら。ゲマニ。ゲマ？そうに。ごめんなさい、私の聞き方が悪かったみたいね。そのゲマってのは何なのかしら。見た感じ逆さまだけど顔もついてるし。ゲマはゲマニ。いや、だからそのゲマっていうのは何なのかってのを聞いてるんだけど。だからゲマはゲマに。ノワールったら相変わらず頭固いんだから。こういうのは考えるんじゃなくて感じるんだよ。そうに、感じるんだにゅ。うん、私には理解できなさそうね。ブロッコリーさんって何か特技とかあるんですか？あるに。目からビームが出せるに。本当ですか？なんか目をキラキラさせてるに。それって元祖スーパーロボットのなんとかセットとかみたいにですか？例えがよくわからないけど出せるに。目からビーム出すところ見てみたいです。一回だけでいいのでお願いします。仕方ないに。一回だけにゅ。おはーい。ドキドキワクワク。目からビームにゅ。あビームの代わりになんか目からゲルのような液体がって言ってるうちに床が謎のゲルまみれに。これじゃあイースンさんに怒られちゃうよ。失敗。失敗すると目からゲルが出るんですか？ゲルの他に煙や水が出ることもあるに。成功するまでやってみるかに。ちなみに成功率は高いんですか？半分くらいに。半分なら失敗するか成功するかのどっちかに。半分ってそっちですか？割合的にはどっちが多いんですか？失敗する方が圧倒的に多い。ならこれ以上はもう結構です。どかに。見てみたいけどこれ以上床が汚れたら大変なことになっちゃうよ。ねえブロッコリー、ちょっとお願いがあるんだけど。なんだにゅ。あなたがいつも乗ってるゲマに私も乗ってみたいんだけど。なんか今露骨に嫌な顔されたんだけど。ノワールだから仕方ありませんわ。ノワールだから仕方ないわ。ノワールだもんね。ノワールだからに。ちょっとあなたたち。ノワールは大きすぎて無理ね。私かネプテューヌくらいがギリギリじゃないかしら。そうと
とも限らないわよ。ほら、私って見ての通り小柄な方だし、体重だって見た目よりずっと軽いのよ。って、なんでまた嫌な顔するのよ。ギャマが嫌がってる。ノワール、そんな見苦しい真似はおよしなさい。無理なものは無理なのですわ。無理なもんですか。本当に私は軽っ。さてはねえベイル、あなたの場合ゲマに乗ったらその大きなお尻でゲマをぺちゃんこにしちゃいそうよね。いきなり何を言うんですの。きっとあなたのことだからゲマに乗れない仲間が欲しいんでしょう。その大きなお尻じゃどう乗っても潰れてしまうものね。私のお尻はそんなに大きくありませんわ。この頃流行りの女の子のごとく小さくて可愛らしいお尻ですわ。本当かしら。それに私はゲマに乗るよりも。ツンツンしていた方が楽しいですわ。ノワールの時と違ってゲマが嬉しそうに。弾力性があって気持ちいいわ。ツンツンツンと面白い。やっぱりゲマが嬉しそうに。そんなに気持ちいいの。じゃあ私も。ちょっとツンツンもダメなの。てかなんで私の時だけそんな嫌な顔するのよ。だってノワールだし。ノワールだもん。ノワールですもの。ノワールだからニュー。そんなわけあるはずないでしょ。疲れたから帰るニュー。バイバイニュー。ちょっと待って私にもツンツンさせてってば。今度は成功しそうな気がするニュー。成功って何がですか。目からビームに。この間失敗が多いって言ってなかったですか。いたにゅ。けど今日はなんとなく成功しそうな気がするにゅ。だからネプギアには見てもらいたいにゅ。わかりました。けどその前にちょっと準備をしたいので待ってもらっていいですか。このカナタライはなんだにゅ。さあこれで心置きなく目からビームしちゃってください。何気にネプギアが失礼に。じゃあ行くにゅ。くくり目からビーム。